はい、皆さんおはこんばんにちは、バットです。今日は1月8日の午後2時半ぐらいかな、雨のクリスエンチですね。今日は、雨設営となりました。メガホンでもうこもるしかないかなと思ってます。そしてメルさんと合流して、メルさんと一緒にねやるんですけど、今メルさんも準備中ということで、はい、準備してみますということで、今日はここでやります。雨が結構ひどい。もうこの状況ですからね。もう撮ってますからね。もう撮ってますよ。はい、撮ってますよ。いやもう。よし。なあ、三脚。あ、僕も三脚あるんですけどね。使ってないもんね、メルさん。いや、ついついね、めんどくさくなって。まあ、後でまたやりますからね。じゃあ、今日はお互いの娘が、はい、成人式だった成人式ということで、朝写真あげてたね、はい、俺もあげてた、うん、私もあげました、はいはい、成人式帰りの、はい、からのキャンプ、親父2人のキャンプということでどうもおめでとうございます。はい、おめでとうございます。こうしてこうしておめでとうございます。乾杯。乾杯。いやあ、うまい。うまいね。後でフキフキしますね。大丈夫です。もういいです。全然オッケーです。いや、何やってんでしょうね。成人式の日に。まあ、先週決まった話ですからね、これも。そうです。しかも皆さん、この大雨の中。まあまあ。ね、親父用なしっていう感じですからね。何でしょうかね。はい、まあ、僕もだいぶ麻痺してきましたけど、普通多分どちらかが、はい、今日も雨だよ。はいはい、どうするとか言うんでしょうね。何も言わなかったですね、お互い。普通にやるのが当たり前のような形で。雨だろうと何も関係なく、ない、やめようという感覚はないっすね。まあでも今回は、バットさんのね、これ何でしたっけ、メガホン。そう、メガホン。メガホン2のおかげでですね、この中に入れさせてもらってます。私、トレックドーム2持ってきてるんで、とてもじゃないけど、この雨の中対応がしきれません。ね、いや、本当にタープもなかったですね、私。いや、本当にありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。いだウォッカウォッカウォッカ。プーチンさんも飲んだ。はい、プーチンさんも飲んだ。プーチンさんですね。プーチンさんも飲んだ。プーチンさんも飲んだウォッカです。俺も初めて飲む。ありがとうございます。とりあえずこのまま行ってみようか。おー、いいっすね、いいっすね。こうで、はい、ずれてずれてたから画面見ながらねやってんで、こいこれこいこれはアルコールだね。これ何度ですか。55度。ああ、そんなもんですよね。消毒だね。いや、バズさん、これやばいっすよ、これ、はい、絶対やばい、これ一応割るものは用意したんです。ああ、よかった。これ55度。はい、もっと高く感じますね、飲んだ瞬間のイメージは。一応ジンジャーエールで割ったんで、これは何だっけ。ん、ウォッカとジンジャーエールって何だっけ。俺知らない、知らない。モスコミュール的なものに。あ、モスコミュールってそういうことなんですか。ダーンだったような気がし、よくウォッカとジンジャーエールだったと思う。カラオケで酔っ払うとモスコミュールって何かわからないけど頼んでましたけど、それそういうことなんですか、ね、それです。おお。メルさん、さっき言ってください。はい、もう猿年終わりました。メルちゃん、猿年でしたけど、俺今年の鳥年ですから。あ、そうだそうだ、はい、バットさんはその鳥年。バットさんはね、僕の人塚さんがあんなに驚いてくれましたので、ハードルが下がりましたですね。で、メルさん、夜大丈夫ですかって言われたんですけど、意外とメルちゃん、こういうのは大丈夫ですか。大丈夫です。あ、あれ、はい、行きましょう。あれ、あの、この人は、この人は確か、なぎさいに来てる。あ、違う違う。誰誰何何よいしょ。危ない。バットさん大丈夫。危ない。もう、フラフラです。いや、バットさんの方がだいぶ。こっち、神社の方に、この、桃の。これなんか映るよ。はい。あ、これ映る映る。これね。行きましょう。はい。今日は何も言いませんね。はい、あ、いません。あ、いやいやいや、いないでしょ。あ、今日は
今日は全然いないですね。メイさんのこの力が強くて、もう払ってるような気、もう全然今日は怖くないですね。いやもう全然足りませんよ。まだ全然足りない。足りません。だそうです。おはようございます。いきなり朝から焼き投げてます。もう昨日の夜はもう最悪でした。もう全然ダメでしたね私、はい、私全然ダメでした。10時かな、やっと日が差してきましたね。今回のメルさんとのキャンプは、まあキャンプは前置きですからね、これからがある意味本番なので、今回はこれからが目的ということになってますんで、はい、早々に撤収したいと思います。こっから横から撮りますね。もうすでに、どうぞ。取りながら入る。2人です。どうぞいらっしゃいませ。どうぞどうぞどうぞ、はい、あいいよいいよ、どうぞ好きなように。どうぞ。僕は近いですね。11月に初めて来て、今日が2回目。どっからめっちゃ彼は初めてで、一応東京の方から東京たまたまこっち来て、あ、本当はい、こういう機会に本当にありがとうございます。Yeah.